DIY ミュージックチャンネルをご覧の皆さん、藤井花丸でございます。今日はゲストをお呼びしてます。自己紹介お願いします。ウルケスケーイエース。いつもね、毎月やってる、はい、あの MCTV っていうね、ケイアンの番組の収録の場をお借りして、うん、スタッフさんをお借りして、はい、このチャンネル用にちょっと、うん、あの撮らせていただいてるんですが、はい、楽器の話、音楽の話しようかなって、うん、はい、あんまりあの普段のトーク番組ではそれやってないんですけどね、ギターうまいですよね。うまい、あ、うまいの今いっぱいあるやんか。いっぱいある、あれね、うん、そうそう、テクニック的って言うと俺はそんな上手くないけどね。なことないでしょ。いや、ほんとほんとほんと、全然そんな、ほんなほんなほんなです。でもさ、そこの弾き立ての頃は上手くなるぞみたいな気持ちがあるわけでしょ。あるあるある。それで今はもう諦めた。諦めた。うん、でもそっからは、うん、なんか、あ、いいなと思うよ。なるほど。あの、諦めてからは確かに、うん、あ、ほら、あの若い頃は何でもできんちゃうかみたいなね、うん、あの早弾きも俺はできるぜ、うん、できるかなとかね、こういうのもね、こういうのも、うん、何でもできるかなって言っても、うん、実際そのできへん、うん、けど無理しててね、割と。あ、俺も、俺でこう、あれもこれもあれもこれもってこうで、こうなんか自分のこうしたいプレーとかがね、うん、見えにくく、うん、なんでもある時に、あ、これも諦めよう、これも諦めたって なっていった時に、あ、これは残ってる、あ、これが俺やみたいなのはね。それはど、うん、どう、まあブルースロックっていうか、まあ、ロック、うん、じゃあまあその、あの、そうやね、うん、まず早弾きは、あ、諦めた。なるほど。ライトハンドも諦めたって。じゃあ何が残ってるんですか。 G のブルースとかでちょっと、あ、何が残ってる。ちょっとそれをやっぱり、なんかやっぱちょっとリズム崩すとことか、あ、まあ、BB キングとか、うん、こんなしかできへんっていうね。いや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 、ほんとほんと。サウンドメイキングの方はどうですか、音作りみたいな。音はね、なんやろ、歪ませすぎないっていうのかな。今これ、まあ、アンプは結構クリーンで、うん、ね、これ、ああ、あ、ブルースドライバー、ね、そう、まあ、今来んないもんね、生音。ブルースドライバーかな。ああ、歪むというよりはクランチっていう感じなんだね、うん、ドライブというよりはクランチ。最近ね、ブースターは EP を使ってるよ、うん、おお。今日はね、トレモロ、これ、ああ、いえ、そうですね、アナログモードのトレモロ、これね、はい、デジタルのもね、パソコンとかでいろいろあるけど、やっぱアナログのこの感じはいいですよね。俺、あの、トレモロと、うん、今日ないねんけどね、ワウが好きなんですけど、ワウ、最近ワウあんまり使ってる人おれへんもんね。うん、だいぶ、まあ、いるのはいるんだろうけど、うん、ワウ好きですもんね。ワウとトレモロが好き。うん、これソロ弾くときとかバッキングするときは、うんうん、フロントリアとかなんか決めてることとかあるんですか。いや、これでもこれ花丸のギターやから ね、今日は弾いてもらったんですけど。あ、でもやっぱソロの時はこっちでとか、バックの時はなんて結構あるから、その楽器によって違うってこと、うん、あと曲によって変えるかな、うん、うん、まあ、自分の中の イメージやけどね。うん、わ、うん、でも割とどっちかっていうとリアとかしかな、うん、ロックっぽくなんか 太さが出る、もう
ブラックドッグ練習してるって言ってなかった。あれもね忘れた。あのコロコロナ禍で、そうあお俺今思い出した。前回のねあの緊急事態宣言の時はブラックドッグ練習して、あれ家にいるからギターの練習してるっていう。そう、うん、ブラックドッグがどうふわりにはまってるのかっていうのね、あれはもう一回永遠の課題ですよね、難しいよあれ、弾けないよ、最近でもね割とこう家にいること多いからね、うんうん、割とこうギターは触ってるよよく、うん、うん、なんかこう最近こう聞いてちょっとやってみたいなみたいなのありますかって。あ俺ね、ピーターガンって曲あるやん、うん、あのあれ最近ね、ああ、あこうこれそう、あこうやってんやーみたいなのをね、最近発見した。もう難しいな。あ、かっこいいかっこいい、ね、俺ずっとなんかもうなんとなくね、あ、そうそうと思ったら、ね、あれ本当はっていうのを、うん、つい最近なんで最近やねんみたいな。結構スタンダードですよね、うん、最初に弾くフレーズだよね。でもこう意外とほらそういうもんでもね、もう一回あのぐるーっと回って聞き直してみると、その、うん、あほんまこうやってんやみたいなのがこうあったりとかしてね、うん、そ今のピーターガンもそうやけどね、うんうん、そういうのを最近よく思うかな。うーん、はい、まあコロナ禍だけどこうやってまたね、うん、じっくり音楽に向き合う時間が持てたっていうのがまた面白いかもしれませんね、はいはい、あのこの番組最後にセッション強要されるっていうコーナーがあるんですけど、うん、お付き合いしていただいてもよろしいでしょうかね。いいと思うって言って小声だ言おうかと思ったけど、ね、うん、ちょっとこう、じゃあブルース・ラバーと、はい、トレモノと、トレモノとフロントリアの EP で付け替えと、はい、なんかハーモニカなんかもね、はい、踏まれると、そうハーモニカも練習したいの、あ、そうそうそう、うん、これで今日もそれ何マリンバンドマンジってやつ、こうマンジ、うん、あ、鈴木、鈴木の中のマンジってブランド、うん、これ、いいの、あ、そうそう、よくて、うん、へえ、知らないそんな、俺も鈴木のハープ持ってるよ、これほら、鈴木、あ、鈴木、あ、これ鈴木よ、鈴木、うん、鈴木のマンジ、これはね、鉄、全部鉄、あ、ここもここも鉄、あ、そうね、なんか硬いの音、うん、俺、ハープも、その、うん、緊急事態宣言の時に練習してつい最近やからまだもうビギナー、うまいじゃんの、ビギナーうまいじゃんの、あのいい女ってキーなんだっけ、あれ D D D、うん、そうそうそう、イントロだけ、あ、それ何、あ、 D D D や、ちょうどあ、せーの、あ、せーの、ワン、ツー、スリー、フォー、うまい、本物みたい。俺本物じゃないけどね、本物じゃないけど、うん、なるほどなるほど、そうだから緊急事態宣言もね、まあいいところもあるね、なんかピアノとかも始めてみるとかどうする、あ、マジ、俺だからみきおくんの、うん、あれ弾けるようになったもん、あ、ほんと、でん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 練習して、俺でもベッドで弾けるよ、じゃんじゃんじゃん、左手は左右だけじゃん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 っていうの、うん、あ、そうやね、でもいいかもね、改めてそうやってなんかやってみるっていうの、ね、あ、ピアノいいね、うん、ほらあの今駅ピアノとかあるやんか、うん、ああ、あれあると俺もうわピアノ弾けたらなとか、もう駅ギターとか置いてほしいね、いや、あるある、 YouTube チャンネル、それで、うん、俺それ好きで、うん、酔っ払ってサラリーマンとかめっちゃうまかったり、あ、ほんと、あるのよ、あんねや、あの駅、駅ギター、あの道ギター、なんつうの、まあ、駅ギター、あ、あんねや、高円寺とかあの辺でなんか夜バサッと置いとくとふわーっと寄ってきてやってるの見て、ちょっと行こうか、駅ギター、いいよいいよ、サリーマンを成敗しに行こう、成敗しに、あやまだめ、あやつ、めっちゃうまいから、あの人たちうまい、すいませんでした、すいませんって、そう、意外とうまい、うまいもんね、みんなね、そうなんですよ、はい、じゃあ最後のセッション、はい、あの、はい、一緒にやってください、はい、お願いします、はい、じゃあ僭越ながら私作詞作曲のいい歌ってんじゃあります、はい、どうぞ
し歌を作るのさ。ベースとギターに合わせて君のことを歌うんだ。一曲だらけのアルバムを君のために作るのさ。ベイベーベイベーベイベーオーベイベ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 ーオーイエス。2番。いいことばかりじゃないけど悪いことばかりでもない。ベースとギターに合わせて君のことを歌うんだ。ベイベーベイベーベイベーオーベイベ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 ー。 All right.バッチですね。バッチです。